番号じゃんそれ。でも2番だよ。1番がいない。1番欠席してるもん。あ、なるほどね。そういうことか。あと10秒いきますよ。あ、そっかそっか。今、第1号車プラスチックカーが結構早い。今、第1号車ラインスピードモデルです。さあ、記念すべき第1号車がスタートしました。ここから20秒間隔でスタートいたします。さあ、続きましては別件カップ山田さんだ。ベントレーアンリッタースピードモデルピッチで、あれ何違うな。ここから25件を通るコースが今幕を開けました。続きましては絶景ナンバー6番です。ボーガンフリースピーダー今スタートしました。もうここからどんな旅が待っているのか。そして4月24日皆さんドライバー、コードライバーはどんな表情で皆さん到着するのでしょうか。続きましては、ゼッケンナンバー7番です。こちらは、ライデー、ブルースピンナップです。前は、青のリングでございました。さあ、20秒間隔でどん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 クラシックカーが、この大阪を後にします。この現代建築の大阪市、このクラシックカーのコントラストをお楽しみください。並木さんじゃない。並木さんか。こちらは、NG マクナ A です。さあ皆様、大きく手を振ってあげてください。こちらは絶景ナンバー10番です。スポーツスペシャルです。さあ、走行方向に1000キロという長い距離です。いろんなトラブルもあるかもしれません。しかしそれを乗り越えゴールするのがこのオノデカの醍醐味です。続きましては絶景ナンバー10番です。NTK スペシャルで乗ります。続きましては鮮やかな緑色のクラシックカーです。こちらが絶景ナンバー11番です。ベントレー 3.5 リッター今スタートいたしました。続きまして絶景ナンバー12番です。こちらはコーラクションアタック 7CV ということです。さあ、ちょっと今手を振ってくれております。さあ、どんどんクラシックカーがやってまいります。続きましては鈴木さんの、あいつはあれ、あれ、小屋さんとして、小屋さん、鈴木さんの、鈴木さんの絶景ナンバー13番です。こちらはアイデアです。いってらっしゃい。これが鈴木さんやね。これが小屋さんや。絶景ナンバー14番続いてまいります。こちらはジャガー SF100 3.5 です。さあ、どんな人との出会いが待っているでしょうか。続いて絶景ナンバー16番です。フィアット508C アラゾーロ出発いたします。山口さん、スキンとしては山口さんの今フラッグで次々にクラシカーがスタートしていきます。続きましてスタンバイしておりますのは絶景ナンバー17番です。フィアットマリーナMM です。カウントダウンとの人気がクラシックカースタートです。ドライバー、コードライバー大きく手を振って皆さんの沿道歓声を受けてスタートが立ちました。山崎さん、今の山崎さん、高井正明さんから今乗車しております。中井正明さん、これに続いてますか。行ってらっしゃい。あれや、今 NG4
そういうの。選挙の旅がスタートです。いってらっしゃい。続きまして、ユアちゃんのかナビ。でもそう。ユアちゃん。今スタートいたしました。いってらっしゃい。あ、ここか。あれ、ユアさんのか間違った。今乗った。ゼッケンナンバー21番です。FGTC ミジェットです。ゼッケンナンバー続いて22番です。ロゼッキ1100スポートです。行きました。ドライバーとコードライバーのこの息が重要になってきます。オスカー MP4-1100 シードです。豪快なエンジンを立てて今スタートを切ります。ビアンド 1100S ペニンハリーナクーズです。今日はドライブって言ってたね。今来るよ。中田さんの相手、次々にクラシッカーがスタートしてまいります。続きましては、全県ナンバー25番です。FGTP、まもなくスタートということになります。あの人にもらったの？いろいろ違うんでしょ？違うよ。いってらっしゃい。続きまして、絶景ナンバー26番です。ジャガー FSK120 FSK です。いってらっしゃい。中走り、いろんな経験として楽しんできてください。絶景ナンバー続いて27番です。バンディー750ストルト終了です。あいつがナビやってるぞ今日。突然乗れって言われた。ドライバーの距離がとても近いですね。新人マスターってどうぞ。横にはみ出てるじゃん。乗りたけばいい。ジャガー XK120 TS。 違う。こちらはなんと初参加、完走することを目標にしているということです。さあ、初参加を目指して頑張ってください。いってらっしゃい。ナンバー知らない。続きまして、絶景ナンバー29番です。フィアット 1100DB ピニオカリーナです。太陽の光に反射して綺麗な黒いものを見ることになります。続きまして、絶景ナンバー31番です。メルセデスベンツ309ガルウングです。バックトゥーザフューチャーをちょっと彷彿とさせるようなドアの開拓でございます。さあ、大きなエンジンを乗せて今スタートです。いってらっしゃい。エビさんよ。32番です。オースティンヒーレーハンドレット BM2 です。いってらっしゃい。青木さんやろ。違う、あ、違う違う、え、違うやろ。あ、横浜なんだ。青木さんか。ああ今日あれなんだね。こちらもモーライダー、ドライバー、参考になったこの前頑張りますということです。大阪直行園でお待ちしております。絶景ナンバー34番です。こちらはトライアンフ TR3 です。今出発です。いってらっしゃい。FGL-GA です。こちらには鈴木あぐりさんが車に乗っております。皆様ぜひご注目ください。
絶対出ないでくださいね、絶対出ないでくださいね。こちらは近藤雅彦さん乗車しております。皆さんの大きな歓声で手を挙げてくださっております。行ってらっしゃい。ファンも大興奮です。続きまして物件ナンバー37番です。ポルシェ550RS スパイダー今スタートいたします。エンジンを吹かして今スタートいたしました。青木さんか？うん、いってらっしゃい。ドライバー、ショードライバーとともに興奮した表情です。続きまして、鉄拳ナンバー39番です。トライアンフ TR2 まもなくスタートということになります。ドライバーの今、足を動かないのではないでしょうか。そのスタートの瞬間です。2区5点、いってらっしゃい。続きまして、絶景ナンバー40番です。アルファロメオ、ジュリエッタ、スピード、ベローチェ、ライトウェイト、まもなくのスタートということになります。よかったよね。え？よかった。あ、今そうだね。よかった、よかった。続いてのクラシッカー、絶景ナンバー41番、ジャガー XK140OTN です。はい、さとみさん。そう、さとみさん。今スタートです。いってらっしゃい。続きまして、実験ナンバー43番です。アルファロメオ、ジュリエッタ、スプリント、ベローチ、ライトウェイトということです。じゃあ、今、カウントダウンとともにスタートいたしました。いってらっしゃい。やっぱ屋根のあれさ、地についてダメだ。続きまして、44番です。ジャウルトラフキ 1100S です。赤と白のツーコンカラーの鮮やかな車です。こちらは4回目の車メンバー参加というものですね。続きまして、鉄拳ナンバー46番です。こちらは AC ケースです。選挙の旅スタートです。いってらっしゃい。続きまして、絶景ナンバー47番です。アルファロメオ、ジュリエッタです。皆さんの5、4、3、2、1、カウントダウンの新スタートです。よろしくお願いします。絶景ナンバー49番です。みんなスタートいたしました。さあ、ランチャーがどん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 大阪を後にしていきます。続きまして、絶景ナンバー50番です。
ください。さあ続きましては出来上がった54キアットアバルト850TC トルサです。移動しないでお願いいたします。いい質問を時間が出たら答えがやってくるといいな。最後、終わりやな。